海外放浪、海外放浪って一体どこ行ってたの？うん、インドの山奥でさ、修行してたんだよ。修行？あんたレインボーマンじゃないんだからさ。いや、その例え分かりにくいよ母さん。同世代しか分かんない。いや、それ入ってたらさ、 お父さんほら危篤だって言うからさ、日本飛んで帰ってきたけど、お父さんどうなったの？もうまだ生きてんの？大丈夫よ、まだね、生きてるから。おお、そうか。え、お父さんどういうの？病院？いや、病院じゃないの、あのね、奥の座敷で寝てるから。じゃあちょっと一緒に来て、ね、あ、お父さん、たかし帰ってきたよ、お父さん。そうか、たかし来たか。じゃあお母さんちょっと起こしてくれないか。悪いな。たかし、お前あと4に帰ってきたのか。よかった、お父さん一目会えて。はお父さん、こんなに痩せちゃって、もしかしてあのライズアップ行った？行くわよ。あのな、たかし、お父さんもうすぐ死ぬんだよ。今さら糖質制限したってしょうがないだろ。いや、だってさ、梅沢富美男みたいにガリ痩せになっちゃって。もういいんだよ、そういう細かいネタ挟まなくてよ。でもよかった、最後にお前に会えてな、一目会いたかったんだ。お父さん、大丈夫？あ、そう、お父さん、なんか食べたくない？うん、そうか。いや、別に今お腹は特に減ってないけどな。あー、最後の晩餐ってやつか。これもな、一番最後に一人息子と食事を食べて死ぬ、こんな幸せなことはないな。せっかくお前来たんだしな、力つけないとな。じゃあ、たかし、なんか食べようじゃないか。あ、そう、そう思ってね、買ってきたんだよ。ほら、これね、チーズバーガー、それからね、チキン。なあ、たかし、俺、アメリカの死刑囚じゃないんだよ。だいたいそんなお前、脂っこいもんとかちょっとな。そうじゃなくてさ、たかし、なんか、あの、日本の味っていうかさ、なんて、あ、日本で、ね、買ってきた、ほら、これ、納豆でしょ、それから、くさやの干物、それから、船寿司。あ、たかし、最後の食事に発酵食品ってのはどうなのかな。これ以上善玉菌増やしてもしょうがないしさ。それにさ、たかし、お父さんな、前々から食べたいと思ってたものあったんだよ。お、そうなの、父さん、言ってよ、俺何でも買いに行ってくるわ。そうか。いや、実はさ、駅前に美濃屋って和菓子屋があっただろう。お父さんな、若い頃貧乏でさ、お金貯めちゃうな、あそこの美濃屋のまんじゅう食べるのが何よりの楽しみだったんだよ。だから最後にさ、あそこのまんじゅう食べたいんだよな。そう、じゃあまた、じゃあ行ってくるから。ああ、行ってくれた。たかしもな、いいやつなんだけど、ちょっと世間とずれてるというか。父さん、買ってきたよ。おお、そうか、美濃屋のまんじゅう売ってた。売ってた。あのね、お父さんが死ぬってのはね、一個サービスしてくれた。サービス？そのサービス、お父さん喜んでいいのかな。本当にまんじゅうなのか。そう、これ、美濃屋ってやつ、どうぞ。そうか、3つも買ってきてくれたのか。お前、なかなか気が利くな。うん、だけどね、その一つにはね、ブートジョロキー入っててね、激辛まんじゅうだ。ちょっと待ってよ、なんで罰ゲームみたいになってんだよ。おい、たかし、父さんもうすぐ死ぬんだよ。そんなリアルなドキドキ感いらないんだよ。いいじゃないか、楽しめそうだから。いや、そんなことな。たかし、ちょっと待って、父さんな、食べる前にちょっと水飲みたいな。なんか喉乾いてきたんだ。ああ、そう。え、これってもしかして松子の水ってやつかな。分かった、ちょっと待って、水汲んでくるから。はあ、高志な、もうちょっと。あ、父さん、水持ってきたから。あ、さあ、これ飲みな。ちょっと待って、高志、あの、水はいいんだけどさ、その大きなアルミのやかんで口からってのどうやろ。お父さん別にラグビー部員じゃないんだからさ。なんか茶碗とか。ああ、そうだね。あ、このコップね、このコップになってるから、ちょっと待って。うわ、このアルミのやかんできるからおめえ。あ、ちょっと待って、高志、お父さんの頭の上でやらないよ。さっきから水が起こって、なんかいろいろ濡れてんだよ。ああ、ごめん。じゃあ飲んで。高志、お前のそういうとこ、お父さん死んだ後も心配なんだよ。なあ、高志、お前な、お父さんとお母さん死んだらお前一人きりになっちゃうんだぞ。だからさ、もうちょっとな。たかし、お前聞いてんのか。ちょっと待って。おい、スマホいじってんのかよ、お前若者か。ちょっと待って、お父さん、やっぱりさ、最後だからさ、お父さん一緒にちょっと一枚写真撮りたいんだけど、いいかな。あー、分かった、最後にな、一枚写真撮るじゃないか。いいよ、だけどその前にちょっとあの、顔拭いてくれないかな。ないからな、溺れた人みたいになってしょうがない。あ、ごめん。じゃあ写真撮るからね。じゃあいいかい。じゃあ撮るよ。これ、あ、こっち、これからカメラだから。え、行くよ。はい、ピース。たかし、あのな、
田舎の中学生がプリクラ撮ってんじゃないんだよ。お父さんとのこれ最後の一枚なんだぞ。え、最後の一枚、あ、よく撮れてるよ。これいいよ、これ記念でさ、なんかお父さんよく撮れてるよ。ね、お父さん僕の自慢の父親だよ。お前のことはちょっと自慢できないけどな。そうか。あ、お父さん、どうしたの。ちょっと大したことないんだ。ちょっとお父さん眠くなったからさ、お母さんもう一度寝せてくれないか。あ、ありがとう。父さん、大丈夫？父さん、父さん。むにゃむにゃむにゃ。むにゃむにゃむにゃ。大丈夫よ、たかし。なんか寝言言ってるわよ。あ、そうか。大丈夫みたいだな。だけど今時むにゃむにゃむにゃって昭和の漫画でもやらないよ、こんなこと。むにゃむにゃむにゃ。わしの前にひざまずくのだ。むにゃむにゃ。どんな夢見てんだよ。むにゃむにゃ。そのスープを飲むのだ。むにゃむにゃ。むにゃむにゃむにゃ。手を使わずにだ。むにゃむにゃむにゃ。変態の夢かよ、おい。何なんだよ、母さん。既得だって言うから来たけど、父さん意外と丈夫そうだね。そうなのよ。だからね、困っちゃって。何は。いや、だからさ、こう一月ほどね、お父さんもうダメだ、もう今の際だから、今の際だからってんでね、もうそのたびに親戚大集合させてさ、もう6回もね、全員集合させてんのよ。そうなんだ。でもまあいいんじゃないの、6回集めたってさ、みんなそれで知らなかったんだから。いや、そんなことないわよ。九州から来た親戚のおばさんなんかね、もう死ぬ死ぬ栽培って怒って書いていったわよ。確かにな、九州から6回も生まれはそれは怒るだろうけどな。それよりね、たかし、さっきね、お父さんの書棚整理したらね、こんなものが出てきたのよ。これ何かしら。え、あ、なんだか、これノートみたいだな。あ、なんか表紙に書いてある。たかし、ウィズ母さんへ。なんだこれ、ウィンクみたいな、ユニットみたいな書き方になってんじゃないか。まあお父さんさ、文章の方があれだからね。それよりさ、それ中に何が書いてあるのかしら。私あんまり怖くてね、まだ中身見てないのよ。あ、そう。じゃあ一緒に見てみるか、今。なんだろう。あ、なんかいろいろ書いてあるな。たかし、母さん、ルーズソックスを見分けなくなった今日この頃ですが、いかがお過ごしですか。なんだこれ、時効の挨拶かよ、おい。なんか時効の挨拶だったらもうちょっとなんかいろいろ話題ありそうなもんだけどな。私が何かあった時のために、財産分与や今後のことなど書き残しておくことにする。あ、これね、いわゆるあれ、エンディングノートってやつだね。何そのエンディングノートって。だからさ、ほら、よく死んだ後に揉めたりするじゃない。そういうことがないようにさ、お父さん書いてくれたんだよ。へえ、そうなの。そういえばね、私ね、なんかお父さんのこのなんか財産のこととか気になってたらよ、なんか隠し財産とかあるんじゃないかと思ってさ、ちょっと読んでみてよ。うん、そういいけどさ、だってお父さんまだ生きてるだろ。お父さん起こして直接聞けばいいんじゃないか。ああ、それもそうね。じゃあちょっと起こしてみようかしら。ちょっとお父さん、お父さん、むにゃ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 。なんかまだ寝てるわよ。ちょっとただしかわいそうじゃない。でもさ、こういう大事なことなんだからやっぱり起こした方がいいよ。じゃあ俺がやるから。父さん起きな、父さん。むにゃむにゃむにゃ。皿をまめとるのだ。むにゃむにゃ。もういいから起きて。ああ、なんだ、夢か。なんかな、すごい懐かしくて温かい夢を見てたんだ。いや全然違うよ。何言ってんだよ。まあいいから起きなよ。そうか。お母さん起こしてくれ。どこ行ったと。どうしたんだ、たかし。いやさ、お父さんちょっと寝てる間が悪かったんだけどさ、これ見つかったんだよ。これいわゆるエンディングノートってやつだろ。あ、そうなんだよ。お父さん死んだ時のためにな、それ書き残しておいたんだ。じゃあこれさ、お父さんいる前で一緒に読んでもいいかな。いいけどな、それちょっといろいろサプライズがあってな、お前たちちゃんと心の準備しとけよ。え、そうなんだ、分かったよ。じゃあ読んでよ。たかし、お母さん、お父さんは実はメキシコ人です。うわすごいサプライズ、いきなり来たよ。え、お父さんメキシコ人なの。し、なんだよ、いきなりスペイン語喋ってるよ本当に。お母さん、何、お父さんメキシコ人って知ってた。 No。 なんだ、お母さんもスペイン語喋んなくていいよ。これいきなりサプライズかよ。困ったな。だってさ、俺緑子屋隆ってもう完全な純日本人なんだよ。お父さんだってさ、吉田麻里夫。あれ、どっかにちょっとティース残してるな。そうなんだよ、実はな、隆、今まで言ってこなかったんだけど、お父さん一人っ子って言ってただろ。実はな、お父さん生き別れの弟がいるんだよ。え、
マリオンドと、それってもしかして、うん、名前はな、ジロ。普通それいたって普通、そこまでいったら普通、それ弟ルイージとかじゃないの。いや、それは字なんだからな。関係ないでしょそれ。あ、そうなんだ。いやいや、じゃあ読み進めるよ。私は生まれた時からメキシコ郊外で狼に育てられ、いや、またすごいサプライズだなこれ。狼？いくつまで育てられたの？うん、18まで。すごいなそれ。もうこのさ、一行だけでこのサプライズなんだよ。これ最後まで読めないとドキドキしちゃって、もう心臓破裂するんじゃないかな。その後吉田家に養子縁組し、妻桃子をめとり、子隆を成して今に至る。終わり。おいおいおい、これで終わりかよ。おい、これ一行で終わっちゃってんじゃないかよ。この間なんかなかったのかよ。いやいや、隆、お父さんな、もう平凡な人生送ってたんだよ。あんまり大した過去もないしさ、まあ強いて言えばな、サーカスから逃げ出したこととかな、無人島に5年間過ごしてたこととか。いや、それ書かなきゃダメだろそれ。もう本一冊書けるじゃないか、それで。まあ、しょうがないな。いや、さあさあ先進めるよ。これからは財産分与のこと。あ、お母さん、それ気になっちゃったよ。ちゃんと聞いてないとダメだよ。財産は3人で仲良く分けるように。え、3人？お父さんと。あ、お父さん自分のこと言ってるでしょ。ダメだよ、こういうの自分のこと省かないで。だったら2人になるわけだからね。3人で分けることにする。3分の1お母さん、3分の1たかし、3分の1沼袋の美恵子。おちょっと待ってこれ誰だよ沼袋の美恵子って。いきなり変な人出てきたよ。沼袋の美恵子はお父さんの愛人です。愛人かよ。お母さん殺すぞこれ。ちょちょちょ待って、お母さん落ち着いて。ちょ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 待って、お母さんね、今これ刺すよりもね、時間が解決してくるから。こういうことは、お父さんこれどういうことになってんだよ。すまないな、ちょっといろんな事情があってさ。いろんな事情があってじゃないよ全く。あ、ちょっと待って、なんかこれ紙出てきたよ。あ、これあれだよ、いわゆるなんか法律の書類ってやつだ。遺言書みたいなやつだよ。父マリオ、これを公とする。ああ、これなんか書類みたいなやつだ。妻桃子、これを乙とする。それから子隆、これを兵。そして沼袋の美恵子、これを沼袋とする。なんでこれだけ地名なんだよ。メキシコの土地は沼袋の美恵子に与える。ちょ待ってよこれ、なんでこれ沼袋の美恵子。ごめんなさい、それを分けてやんないと。お母さん、くー殺せ。ちょっと待てよ、落ち着いて、なんでお父さんこんなこと言う。いや、違うんだ違う、よく聞いてくれな。の土地はな、沼袋の美恵子に渡すけどもな、あとのこの土地だけはお母さんに与えようと思ってたんだよ。だってこれ借家じゃねえから。借家そうだった、忘れてた、家賃払ってたんだよな。いやー、なんかごめん、なんか締めっぽくなっちゃったな。いや、締めっぽくないよ、ものすごくピーピーしてるよ。だけどさ、ちょっと待ってくれよ。これな、お父さん一つだけ言い残したことがあるんだよ。な、何？まだなんかこう書き残したこととかあるの？そうなんだよ、その書き残したってことは。あ、ちょっと待って、また寝言言ってんじゃん。寝言じゃないよこれ、本当に。だからちょっと医者呼んできて。そうじゃあ今から医者呼んでくるわ。お父さんしかして今お医者さん呼んだからね。お医者、お医者さん、吉田さん、ちょっと見てください。お父さんが、吉田さんごめんね、あれ俺間違えちゃってさ、あれね、カルテ間違えちゃったんだよ。なんですか。いやだからさ、カルテ間違えちゃったの。テレコっていうの、吉田って名字いっぱいいるじゃない。だからさ、あのね、実は吉田真汐さんってね、96歳のおじいさんって名前似てるでしょ。でその人のカルテ取り違えちゃってさ、あれ間違えなんで。だからね、吉田さんね、あのガンじゃないの。吉田さんね、字イモジなの。イモジなんですか。そうなんだよ。いやだから今までさ、ねえ、ガンの患者さんにポラギノール塗ってて、治んない、長いと思うし、治んないはずだよポラギノールじゃ。だからね、マシオさん使ってたポラギノールだからね、これでもなるから大丈夫だから。じゃあどうも、すいません、失礼します。ちょっと待ってください、お医者さん、ちょっと待って、ポラギノールせめて新品を。どういうことなんだよこれ。ちょっとお父さん、むにゃむにゃむにゃ、なんだよ、お待たせだよ、起きてたら起きよ。何じゃないよ、ちゃんと聞いてたんでしょ。お父さん、これどういうわけなんだよ。ごめん、字でしたじゃないよ、これどう収集つけんだよ、これどう収集って。だから、と言われますね。はい、命があれば何でもできる。3、2、1、だー。猪木のモノマネで動かすなよ、ほんと。
当に命流しちゃったじゃないかもう本当に。ダメだよこれ、どうするのこのノート、これからさ母さんと3人でもう地獄の会議だよ、もう白髪になるから覚悟しなよ。ちょっと待ってくれ父さんな、最後に一つだけ書き残したことあるからそれ聞いてからにしてくれないか。あ、そうやさっきそういうこと言いかけたね、書き残すことって。一体何？このノートは私が死んでから見るように。